拉致被害者横田めぐみさんの両親の活動を取り上げたドキュメンタリー映画の英語版が完成し上映会が行われましたドキュメンタリー映画ただいまの声を聞くためにの上映会には横田さん夫妻のほかイスラエルの大使やアメリカの講師も出席しました上映後挨拶した母親の咲江さんは一日でも早く故郷の地を踏ませてあげたいと拉致被害者救出への協力を訴えました